おはようございます。2022年5月16日月曜日朝5時50分です。いや、麺はいいんすけどサイズの方はもうないですね。天気の方は曇り、風は今ほぼほぼ無風でかなり麺つるに近いような状態です。ただまあ残念ながら波の方はまあほぼほぼございません。で釣りの方も結構多いんでちょっとねかなり厳しいですね。もうそことかこっちはもう別にやれんことはないんですけど、ちょうどねピーク、インサイドのピークのところに釣り人がいて、まあなかなかですね。まあでも浅いっちゃ浅いよねあそこで、です。でもうね今週いつまでだろう、まあ明日はねもうこんな感じですわ完全に。で風はね今週ね弱いんですけど、うねりの方がね若干上がりそうなのが木曜日、なんで今日月火水はねもうね残念な感じですね。多分金曜日も残念だな。これもう今週ダメだこりゃ、週末までダメです。土日もちょっと厳しいね。はい、というわけで、あと潮回り見て、でも朝満潮なんですよね。で今日の満潮が5時で30分ぐらいずつだんだん満潮時間が遅くなるんで、そうね、金曜日が7時半だもんで、って感じです。まあ今のこの地形だと満潮の方が結構あのインサイドやれそうなところもあるんで、そうだね、うねりの木曜日もうとりあえずね明日はね私来ません。木曜ぐらいかなやれそうなのですね。まあコナミウィークっていう感じです今週は。というわけで朝の波状況を終わっていこうかなと思います。いつもご覧いただいてありがとうございます。またこんな感じでやってきますんでチェックの方よろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた。